リモート100物語ルール説明。基本ルール。部屋は暗くすること。ろうそくは自分の横に置くこと。話している間は音声はオフすること。途中退場は禁止。裏ルール。最後の人の話が終わると、誰か一人の元に身近にいる幽霊が出てくるかも。 これは私が体験したお話です。私は友達から誘われて山田防空号に来ました。でも友達は来ませんでした。なので私は一人で防空号の中に入りました。奥の方に進んでいくとそこにはおばあさんがいました。おばあさんはとても年老いていてボロボロの服を着ていて変なおばあさんでした。そんなおばあさんは 私が防空壕に入ったことに気づいて声をかけてきました。君は何か食べるものを持っているかいと。私はあいにく何も持っていませんでした。なので何もありません。と答えたらおばあさんは包丁を持って追いかけてきました。私は必死で逃げました。とても怖かったです。これで私のお話は終わりです。 私が話すのは99番目のこの続きの話です。皆さんは山の防空壕をご存知ですか山の防空壕というのは私の暮らしている村にある有名な心霊スポットです。この心霊スポットにはあるおばあさんがいます。そのおばあさんはとても老いていてボロボロの服を着ていてとてもかわいそうな装いだそうです。そうしてそのおばあさんはいつも食べるものに困っています。 なのでおばあさんは、その防空壕の来た人に向かって、食べるものはあるかいと聞いてきます。もしそこで食べるものがないと答えると、そのおばあさんによって食い殺されてしまうそうです。だからその防空壕に行くときには、必ず食べ物を持って行きましょう。食べ物をおばあさんに渡すと、何かいいことが起こるそうです。以上です。よいしょ。ああ。 国語の話は嘘だったってことね。ああ、無駄なことしちゃったかな。そんなことないよ。え、誰次は食べ物を持ってかないでね、なつき。え、リーナ